けがけはダメだよ。友達だろ。邪魔をするなら消し去るだけ。メイドの使者よ。ほら、へろ。残念。ほら、へろ。ほら、へろ。じっとしてなよ。へろ。ほら、へろ。ゲームは勝たないと。ね。へろ。は現在拡大中。もう侵食ポイントにいた機体を倒したの？すごい。まずは機体の行動を探索して後で増援を送ろうと思ってたのに、一人で全部解決できたのね。でも油断はしないで。侵食は完全に消えたわけじゃない。侵食はボス級機体から発生していると言われているわ。だから侵食の発生源であるボスを消滅させることができれば侵食を終わらせることができる。ボスの対応は今の君にはまだ早いかもしれない。もしボスを見つけたらすぐ私に連絡してね。さて次の相手は？邪魔をするなら消し去るだけ。やっべ、切る。ここまだまだ切る。こういうのはどう。楽しくなってきた。見た目に惑わされないように気をつけて。邪魔をするなら消し去るだけ。やっ、じっとしてなよ。へろ。へろ。避けられるかな。ふっ。へろ。はっ。やっと繋がった。何かトラブルでもあったの？ポイントを2つも？まさかもう生き返りでのせ。君に会うまでヴィラとの伝説は誇張しすぎだと思っていたけど、今なら信じられるわ。ごめんなさい、話がそれたわね。君に連絡したのはボス級機体の位置を特定したからなの。君のすぐ近くにいるわ。
他の侵食ポイントに逃げてしまったら今までの努力が無駄になってしまう。ひとまずボスを牽制して増援を待ってもらえる？いい？決して無理はしないこと。少しでも危険を感じたり対応できなさそうだと思ったらすぐに逃げて。ボスを倒そうなんて無謀なことをしちゃダメよ。協力してほしいならそれなりの見返りを用意してほしいな。そしてなよ。ちょっと痛いかも。さて、次の相手は。